あのお客様、混雑時は料理が出てから20分で席をお譲りいただいてまして。え、今食べ終わったばっかりだよ。本格四川料理食べてみたかったけど、すごい並んでるね。お腹すい、まだ目に見えてなかっただけだよ。さて富田さん、その肉玉を麻婆豆腐にズブッと浸し割ってくれ。え、ああ、肉玉をズブッと。そしてこの香り、間違えようがない、カレー。誰もが頬を緩ます香ばしいカレーの香りだ。なんだあの料理、麻婆豆腐にカレー。そんなの食べたことねえぞ。だんだん月が溶けた。なんだこのうまさは。香辛料、スパイス、刺激的なのに優しくまろやか。じっくりと包み込むように骨身に染み渡る。これが相馬ちゃんが作り上げた新しい中華なの。くだれで包み焼いたんだ。やがて崩れたらカレーの旨味が麻婆にじんわり広がる。これが雪平回第2弾、次元式麻婆カレーなんだ。なんかすごそうだぞお前このカレー。行列を半分以上回るだ。落ち着け、あのちっぽけな屋台でそんな仕事量を回せるわけないっしょ。すぐにパンクするに決まってるっつの。いらっしゃい。巨大な肉団子を獅子の頭になぞらえた品。ひ弱な猫だったはずが初日の大敗からたった二晩で。どうもしよう。極上丼6人前上がり。肉味、この勢いなら今日は。ああ、エリア1位も言うな。こっちは2つお願い。麻婆カレー麺ちょうだい。風情瓶2つとなんちゃって炭酸麺も。ああ、こっちも風情瓶ね。麻婆カレー1つください。炭酸麺っていうのをもらえるかな。そら、そういうわけで勝負をかける日に火星が欲しいんだよ。お前模擬店やってないみたいだし手伝ってくんねえかな。イメージトレーニングが必要だな。それで作業スピードをより上げられる。あ、雪平くん。お上がりよ。毎度麻婆定食すれ。少々お待ちを。困る。一人増えたぐらいじゃどうにもならないだろ。昨日渡したレシピちゃんと頭に入れてきたか。パーフェクトトレースを舐めてもらっちゃ困るな。今日までのイメージトレーニングの成果を披露。すごい、あのイカツイコ相馬ちゃんと全く同じスピードで。お待ちだ。信じられん、まるで雪平相馬がもう一人いるようだ。うまい。してる場合じゃねえぞ、客はもっと増えるぜ。風情品も美味しそうね。ママ、私それ。こっちは3つくれ。田所、頼むぞ。うん、こちらです。